レーザーライトはイギリス、ロンドン出身のロックバンドである。2003年に前年から盛り上がっていたバンドブームの波に乗ってデビュー。当初はその外見や音楽性からザリバティーンズのフォロワー的な扱いだったが場所や時間を問わずにひたすらライブをやり続けてファンを増やしホースシングルゴールデンタッチでブレイク。翌年にリリースしたファーストアルバムアップオールナイトは UK チャート初登場3位という好成績を収め、2006年発表のセカンドアルバム、レーザーライトとセカンドシングル、アメリカは1位を記録した。さらに2007年のレディングフェスティバルでは、レッドホットチリペッパーズ、スマッシングパンプキンズと並んでヘッドライナーを務めた。現在まで着実にキャリアアップしており、2003年と2004年に連続で、 サマーソニックに出演したりと日本での人気獲得にも成功している。またダニエル・ラドクリフが彼らのファンであると公言したり、ボーカルのジョニーはエマ・ワトソンやキルスティン・ダンストとの交際が報じられるなど、音楽以外の面でも国内外のマスコミを賑わせている。元メンバーちなみにカール・トビオルンはスウェーデン出身である。1、リーブ・メアローン。2、ロックンロール・ライズ。 三、バイス。四、アップ・オール・ナイト。五、ウィッチ・ウェイズ・アウト。六、リップ・イット・アップ。七、ダルストン。八、ゴールデン・タッチ。九、スタンブル・アンド・フォール。十、ゲット・イット・アンド・ゴー。十一、イン・ザ・シティ。十二、ハングバイ、ハングバイ。十三、ツー・ザ・シー。十四、フォール・フォール・フォール。一、イン・ザ・モーニング。二、フー・ニーズ・ラブ。三、 ホールドオン。四、アメリカ。五、ビフォー、アイホールツーピーシズ。六、アイキャントストップディスフィーリングアイブガット。七、ポップソング2006。八、カービィ、エスハウス。九、バックツーザスタート。十、ロサンゼルスワルツ。一、ワイヤツーワイヤ。二、ホステージオブラブ。三、ユーアンドザレスト。四、タブロイドラバー。 5. ノースロンドントラッシュ6.60トンプソン 7. スティンガー 8. バーバリーブルーアイズ 9. ブラッドフォーワイルドブラッド。10モンスターブーツ。11ザハウス。12キリングカサノバ。13モスクワホテル。14ザザガール。15ウェアザフリクエンシーズランディープワイルド。ありがとうございます。